絵画に隠された謎参戦1、モナリザ。モナリザには彼が何を意図して描いたのかに関する多くの謎があります。微笑みの意味や背景の風景には隠されたメッセージがあるのではないかと考えられています。またモナリザの瞳には微小な筆触が見られることから何かしらの秘密が隠されているのではないかと推測されています。2、真珠の耳飾りの少女。このフェルメールの作品では少女の眼差しや表情から様々な解釈がなされています。一説によれば彼女が描かれている部屋の後ろには地球儀があり、それが世界の道の部分を象徴しているのではないかと言われています。また手に持つ手紙や手巻きタバコなど隠された意味があるのではないかと推測されています。3、地獄の庭。ボッシュの地獄の庭は奇怪な生物や風景で満ちており、その全容には謎が多い作品です。宗教的なメッセージやボッシュの個人的な信念が込められているとされ、画面中央の耳の形状や周囲の人物たちの様子などに隠された意味があるのではないかと考えられています。